こずえラジオでさあゆいさんモーレはい皆さんこんにちは。はい今週もやってまいりましたよ、平こずえラジオでさあゆいさんモーレの時間です。さあ本日4月1日エイプリルフールということですけども、さあ3月いっぱいでねラジオ終了ですよってお話ししてたんですけども、延長になりまして4月1日なんという日でしょうエイプリルフールに再会です。イエーイありがとうございます、これは嘘ではないですよ皆さん、本当ですからね、4月5月6月いっぱいまでちょっとお届けしたいなと思っておりますのでね、皆さんぜひお付き合いの方よろしくお願いします。さあね、本日はですね沖縄はすっごく暖かいです。もう夏がちょっと来たかなっていう感じでね、すごく暖かくて、私もすごい薄手にちょっと半袖っていうかね感じで、スタジオはクーラーがもう効いてますね。はい、それもなんかいい感じで心地よい風なんですけども、さあ皆さんのところの天気はどんなですかね。はい、今回ね、3月で終わりの予定だったんですけども、本当にね東京にあります、有限会社、モンキースタッフの、皆さんのご協力のもと、番組が新たにねスタートすることになりました、本当にねモンキースタッフの皆様、大変ありがとうございます、どういった会社かってすごい気になるでしょ。あとね着ぐるみのね会社なんですけども、それはちょっとあまり大きな声で言えないので、皆さんぜひ有限会社、モンキースタッフ、ぜひ検索してみてください。まあ面白いのがたくさん載ってますのでね、ぜひご依頼などある際はね嬉しいなと思っておりますはい、ではですね、本日から始まる、平こずえラジオでさあゆいさんモーレなんですけども、さあ新コーナーもありますよ。この後はですね、ゲストコーナーね、前回やってたと思うんですけどもゲストコーナーがありまして、そして、その次のコーナーが、こずえのお試し合点というコーナーをねお届けしたいと思います。さあこのコーナーではねいろんなのにチャレンジをしたり、ちょっと皆さんがね知らないっていうかねことをちょっと私が試してその場でちょっとこれはなんだよっていうのをちょっとお話しできたらなとか、そしてまたねちょっと沖縄の行事を県外の方も結構ご覧になってますのでね、沖縄の行事はこういったのがあるよとか、そういったのを食べたりするんだよとか、そういったのをねちょっと見ていただけたらなと思っております。ちょっと沖縄をね身近に感じていただけたら嬉しいなと思ってるので、いろいろねコーナーお届けしますので、また質問等があればどんどん送っていただきたいなと思っております。さあ今日お届けしますこずえのお試し合点はですね、この後沖縄の行事シーミーのお話をしたいと思います。シーミーというのは生命祭のことですね。何それって思った方ぜひメールください。はい、それにお答えしたいな、できる限りお答えしたいなと思っておりますので、どうぞお楽しみにしててください。さあ早速、ツイキャスの方来てますね。アッキーさん、あら小杖ね再び参上すかということですけど、はい参上ですはい、ぜひお付き合いよろしくお願いしますね。タロスケさん、のほん、こずえさんこんにちはということで、はいこんにちは、最後までお付き合いの方よろしくお願いいたしますね。さあではこの番組ではメッセージを募集しております。メールアドレスは 761@fmkoza.jp、 ファックスは 098-934-8653 までお送りください。また FM コザでは、ユーストリームでツイキャスの方でね映像と音声を配信しておりますので、 FM コザのホームページから見ることができます。ぜひね FM コザのホームページをご覧ください。最後までね、コメントなどお付き合いよろしくお願いいたします。さあではここで一曲ねお届けしたいのですが、今日はすごく天気が良くて私はビーチに出かけたい気分です。なのでね今日は、ティダカジという曲をねお届けしたいと思いますので、元気な曲聴いてください。それではティダカジ。ティダの
イラコゼラジオでさあゆいさもーれ。この番組は有限会社モンキースタッフの提供でお送りします。なんか変な感じね、変な感じだねなんかかゆいね短いあ、なんて旅の足火、うん、はい、小勢の曲でってありがとうねあ、みんな映ったね、オッケーオッケー。長女誰だ、長女次女双子サンヌみんなが私の子供と思ってじゃあ今日から小杖さんの子供ですよ皆さん。長女次女三女四女メールとツイッキャス読んでからいけますね。ではここでツイキャストメールの方読まさせてください。はい、大塚健二さんから来てますね。小杖さん、スタッフさん、そして健ちゃんのメールコーナーを楽しみにしている3人のリスナーさん、こんにちはということですけど、はい、健二さんこんにちは。なんか今日その子さんの番組にもメッセージ送ってたねありがとうね健二さん。今日は4月1日エイプリルフールではなく本当に延長されて嬉しい。きっと小杖さんが、正直に毎日を過ごしているからでしょうね。そうかな、大丈夫かなとかで、大変な時、嬉しい時、苦しい時、ファイトする時、悲しい時、楽しい時、いつでもそこには人がいるんだろうな。これからも楽しく聞いてます。けんちゃんのメールコーナー非公開も続けられて嬉しいです。リクエスト、あいもこさんのアルバム友達の中の友達の木お願いしますっていうことで来てるんですけど、リクエストはちょっと後でまたね、ちょっと時間があったらかけしたいと思いますので、ケンジさんありがとうございます。最近この歌がぐるぐる頭の中で流れてます。ファイト小杖さん、ファイトスタッフさん、ついでに俺もファイト失礼しますってはい、じゃあみんなファイトで頑張りましょうね。ありがとうございます。はい、そしてツイキャスの方がね、あ、すごいいっぱい来てる、あっという間に。はい、ありがとうございます。ダニ人間さん、全員小杖さんのお子さんですか。 AKB ファンさん、めぐめぐ小杖さんこんにちはということで、はい、こんにちは、ダニ人間よ子だからって、え、私のこと間違えてるのかな。今ツイキャス、あのユーストリーム見てる方はね、もうゲストさんが見えてますので、ちょっとね、あれあれって感じなんですけど、じゃあ残りはちょっと後でね、ちょっと紹介したいなと思ってますけども、さあでは続いてはこのコーナーに行きたいなと思っております。さあ、それでは続いてのコーナーはゲストコーナーになります。はい、それでは、この番組ではゲストをお迎えして、紹介したいんですけども、今日はですね、とても可愛いゲストさんに来ていただきました。いつもね、私小杖のね、歌ってるバックで踊っていただいてます、とっても可愛いお友達です。はい、今日はですね、うるま市にあります玉城流佳代の会、宮里佳代子流部研究所の子どもたちに来ていただきました。皆さんこんにちは。
こんにちは。いやー、かわいい声だね。いやー、今日はね、4名のお友達に、来ていただいたんですけども、すごくスタジオがね、賑やかになって、もうワイ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 してるので、すごくね、多分、ユーストリームをご覧の皆さんは、なんだ今日はなんだ子供たちがいっぱいいるぞと思ってるかもしれませんけど、今日はね春休みということでね、皆さんにねちょっとラジオ出演しないって言ったら、あ出たいということでね、答えをいただきまして、今日はラジオ出演していただいてるんですけども、じゃあそれではみんなそれぞれ自己紹介お願いしてもいいですか。じゃあお姉ちゃんからお願いしようかな。はい、一番上のお姉さんからお願いします。はい、どうぞ。平彩音です。はい、学校はどちらの学校ですか。今度中学1年生になります。学校は高安中学校です。はい、彩音さんね、小学校6年生卒業して、この春からは中学1年生ということですね。はい、はい、おめでとうございます。はい、そして次のお友達お願いします。上地ななみです。はい、学校はどちらに行くかな。ね、中原幼稚園、あ、中原小学校だ。中原小学校、びっくりした、なな幼稚園に戻っちゃうの。はい、中原小学校の何年生になりますか。4年生です。4年生になる、びっくりした、幼稚園に戻っちゃうのかなと思ったよ、なな。はい、今度ね、4月から4年生になりますね、ナナもね。はい、はい、そして最年少組かな今日の。はい、お二人。はい、じゃあ次誰から行こうかな。はい、モナから。はい、大きな声でお願いします。はい、どうぞ。はい、お名前は。アゲナモナミです。はい、今度どこの小学校行きますか。金原小学校です。何年生になる。1年生。はい、この春から1年生になる。はい、もなみちゃんどう、1年生ドキドキする。今日はねラジオに出るっていうことですごいドキドキしてね、もういつも笑顔いっぱいなんだけど、顔が今日ね打ち合わせの段階から引きつって真顔になっちゃってたもなみちゃんなんだけど、すごく緊張してる。組でうんっては言ってるんですけどもね。はい、じゃあもなみちゃんと、そしてもう一人ね、はい、お友達紹介しましょう。お名前お願いします。上地花美です。花ね、じゃあ何年生になるかなこの春から。1年生です。どこの小学校行きますか。中原小学校。はいね、花もね、4月からね、1年生になるということでね、中原小学校に通うんですけど、どうですか1年生、ドキドキしますか。ドキドキする、うん、マイクに向いて喋るんだよ、うんって言ったらわからんからね。はい、いやね、今日はこの4名でお越しいただきましたけども、はい、見てみんないっぱいメッセージが来てる。はい、AKB ファンさん、小杉さんの娘さん4人いたんだね、びっくり、ラジオっていうことですけど、私の子1人もいませんこの中に。同じ平というね、名字がいらっしゃいますけども、ちょっとね私の子ではないんだな、残念ながら。女の子欲しいけどな。はい、イミッチャさん、こんにちは。みんな同じ髪型でデージ可愛いって、ありがとうございます。はい、ダニ人間さん、グレーのシャツいいねって、かわいいって。はい、そしてダニ人間さん、卵の容器は気になるね、わかるって、なんだろう、卵、あ、上のね、あ、なるほど、あ、そのことで私見てなかった。はい、今日はね、なんでみんな同じ髪型してるかっていうと、そうなんだよね、みんな髪が長いんだけどさ、はい、沖縄の琉球舞踊をやってるんだよね。はい、はい、ねえ、じゃあ最少年の1年生になるハーナーとモーナーはいつから踊り始めたかな。モーナーは何歳の時から踊り始めた。3歳からです。3歳から、すごいね、もう3、4、5、6、3年間も頑張ってるよモーナー。ねえ、すごいね。一番踊り何が得意ですか。何の踊りが得意？男踊りかな？女踊りかな？それとも何の曲の踊りが好き？
全部好き全部好き。ハナは何の踊りが好き？コゼネネの曲の踊りが好き。あ、本当、ありがとうね。じゃあハナは何歳から踊り始めたかな？1歳です。すごい。ハナさ、1歳で踊り始めたんだけどさ、最初はね、ハナなかなか踊ってくれなかったんだよね。ハナはあの踊り教室によくお姉ちゃんとね、ななみちゃんと一緒にね、あの踊り教室来てたんだけど、いつもね座ってね、いつもお姉ちゃんたち踊る風景をねずっと見てるだけだったんだけど、お母さんに聞くとお家では一生懸命踊ってるよっていうお話だったんだよね。それがね、ある日をきっかけに舞台でしっかり踊るようになってね、もうお母さん泣いてたはず、その時ね。え、今日お母さんもいらしてますけどもね、本当にね成長ぶりが見れるね、ハナですけどもね。はい、じゃあ今度お姉ちゃんたちにお話聞いてみようかな。はい、あやねさん、あやねさんは何歳から踊り始めましたか？7歳からです。7歳から、はい、ねえ、さっきのねハナとはいとこになるんだよね。はい、はい、二人ね仲良しでね、いつも踊りのお稽古ね一生懸命頑張ってますけど、はい、今度ね中学1年生になるんだよね。はい、はい、踊りも頑張ってほしいんだけど、一番さ好きな踊りって何が好き？あやめは何がいい？男踊り女踊りいっぱいあるさ、鍵屋デフとか古典舞踊もいっぱいあるしね。コズエネネの踊りが大好きです。本当？はい、はい、嬉しい。私の曲でいつもね楽しく踊ってくれてるわけさね、子供たち。あ、いいな。いや、これからもいっぱいたくさんあり、道から通ってるおじちゃんがはいこんにちはって手振って本当ありがとうね。じゃあこれからもたくさんたくさん踊ってもらいたいな。じゃあ今度はね、ななみちゃんは何が好きかな、一番踊り？コズエネネの踊りが好きです。いやもう今日照れるな、コズエ。もう後で子供たちにアイスクリームを送らないといけないはず。いや本当ね、私の曲では楽しい曲がいっぱいあったり、ちょっと静かな曲はまだね踊ったことはないけど、今流れてるね風見鶏に合わせてみんなで踊ったりとかねよくするんだけどね、最近はちょっと風見鶏お休みが多いね。うん、ね、本当子供たちね、あの小さい頃からあの踊りを習ってね、今小学生にやみんな、ね、なって、で、ね、あやねちゃんはね中学1年生になるっていうことですけどね。はい、じゃあこれからもねいっぱいいっぱい踊りをね楽しんでほしいなと思ってるんですけどもね、あのこれからどんなことにチャレンジしてみたい？あやねちゃんは踊りで例えば男踊り頑張ってみたいなとかあるさね、何々の踊りやってみたいなとかある？今から決める？悩んでる？悩んでる。じゃあいっぱいいろんなの勉強してね、はい、いっぱいいろんなところで踊ってほしいな、はい、ね。今度ね来る4月3日もですね、私たち の, あの宮里佳代子先生がですね、文化功労賞の方受賞しまして、でそこでねみんな発表会でね踊るんだよね。はい、はい、この4月3日では何踊るの？みんなは忘れた？なんかいろ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 。え、曲名は？曲名覚えてない？は、うん、今何稽古してる？メンターピーラルラーと、うん、メンターボイシーとサフェボシの、はい、曲とぬちばなと、あ、ぬちばなと、うん、もたった？お、あ、何かあるんじゃない？かなえよあまか、そう、かなえよあまかね、そう、そうだよね。あの、ななみちゃんとあやねちゃんはすごいよね。天の、はいはい、マイクでマイクで、はい、竹篠宮殿下の前だろね、踊ったんだよね。すごい。その時にかなえよあまかっていう踊りをね踊ったんだよね、はい、二人はねいとこ同士なんだけどね、ね、男役と女役でねとっても綺麗に踊ってたね。もうあの写真も見たよ、小杖ね。すごいな。どうだった？すごく緊張した？
緊張しました。でもさ、みんなが経験できることじゃないさね。なかなかできない経験ができて本当によかったね。はい、うん、はい、じゃあここでね、あのツイキャスの方ももっともっとたくさん来てるので、ちょっと私びっくりして読み切れてないんですけど、読みたいと思います。はい、ダニ人間さん、いいね、小杉さんの隣にいる女の子口を開いてるねって喋ってってよモナはい、みっちゅさん、みんな髪長いね、ぜひぜひあの悩むおじさんにリスナーにプレゼントしてくださいって分けたいよか。ダニ人間さん、こんにちは。ハンマーカンマーってあれ何の意味だったかなダニ人間さん、ナナミちゃん幼稚園児ってほらさっきねあなより大きいのにね、びっくりしてるよほら、ナミさんってほらね、いっぱいコメントが来てる、みんなにほら AKB ファンさん、小杉さん、あやねちゃん、ななみちゃん、もなみちゃん、はなちゃんってよ、はい、こんにちはって言ってごらん、 AKB さんこんにちはって言って、 AKB さんこんにちは、ほらいいね子供たちの声ダニ人間さんはな&もな、こうこうしょうしょうショーコンビ、あ、はい、すげえリューブのキャリアってね、ほらすごいみんな頑張ってるねって、またねダニ人間さんから、ほうほう、あやねちゃんね、小学校かリューブ始めたのってすごいね、モナミちゃんは少し飽きてきましたって、飽きてきた、恥ずかしいんだよねモナね、照れるなって感じはい、みっちゃさんかもね、リスさんも沖縄に来たら小杉さんのバックダンスはバックダンサーしたらいいさって、はい、いつでも募集してますよぜひ踊っていただきたいなと思いますけどとかってはい、じゃあね今日はね、かわいいかわいい子供たちにね、ななみちゃん、そしてあやねさん、そしてはなちゃん、おお、スタジオのガラスをバンバンって子供が叩いてちょっとびっくりしましたけどね危ないよ気をつけてねはい、そしてね、はなね、4名にお越しいただきましたけども、さあこれからもね踊り一生懸命頑張って小銭ネタあちこちでたくさん踊ってね、ぜひみんなにね見ていただきたいなと思いますけども、さあお話はねここでちょっと終わっちゃうんですけども、みんなからのリクエスト曲を聞きたいんですけど、はい、何の曲がいいですか、何かけてほしい、旅の足火、ありがとう、小銭ネネのね曲の中から、平小銭の曲の中から旅の足火、それでは聞いてください。春を閉じれば花や幸んじゃ
始まる始まるよ、はい。じゃあメールとツイキャス読んでから次の行くね、コーナーに。はい、お座りしてよ。なお、あとでさ、子供たちにこれにこのこれ乗せてから食べさせてもらっていい？これこれ、うん、で、これもあとで配るから、うん、ではね、先ほどのゲストの子どもたちにはまだまだ残ってもらっておりますけども、続いてのコーナーもねお付き合いしていただこうと思ってます。はい、じゃあこちらでメールとツイキャスの方読ませてください。大塚健二さんから来てます。質問って、はい、子どもたち聞いてるかな。踊りの種類はいくつあるんですか。ゲストさんたち、踊るタイトル知らなくても踊れるってこと、大物だなってあのね、踊りの種類いっぱいあるよね。象踊りがあったり、古典舞踊があったりね、創作舞踊とかね、いろんなのがあるんですけどね、ケンジさんがね、踊りのタイトル、曲の名前を知らなくても踊れるのって。その踊れる曲は曲が流れると踊れるよね。ね、今日はちょっと思い出せなかったんだよね。ね、はい、ケンジさんいろいろあるのでね、リュウブンの曲もたくさんありますからね、ぜひ。ぜひ沖縄の琉球舞踊も見てくださいね。そして先ほどの大塚健二さんから、今週、あ、来週も来てほしいですってよ。着物で少し踊り披露してほしいな。ずっと続けますように。ゲストコーナー楽しかったですよって。はい、ありがとうございます。はい、イミッチャさんからツイキャスの方来てますね。すごい、歌が流れると自然に踊るんだね、かわいいって。小杖さん、この4人組をデビューさせちゃいなよってどうする。何か CM で出れそうだよって。どうする、なんかねあるといいのにね。ぜひぜひラジオ聴いてる方私たちをデビューさせてくださいして、ね、よろしくお願いしますしてね。はい、ではね、ここでまた続いてのコーナーに参りたいと思います。さあ、それでは新コーナー、小杖の試して合点のコーナーです。イエーイ。じゃあ先ほどのねゲストの子どもたちにも続いてのコーナー参加していただこうと思っております。さあ、新コーナーですけども、ここからのコーナーはですね、小杖がですね、あの沖縄のいろんな行事をねちょっと皆さんに、県外の方もね、あのユーストリームでご覧になっていることは多いということなので、沖縄のね今の季節にはこういった行事があるんだよとか、そういったのを、じゃあ私たちはどういったものをその行事の時には食べてますよとか、どういうことを行ってますよだったり、そこでね、まあ
いろんなものを食べて、私があ、これは美味しかったけどこれは美味しくないなってはっきりちょっと言おうかなと。でここの商品のこれはこんなだけど、あ、私だったらこれはいらないなとか、いろんなことちょっと意見したいなと思ってて、まあくまでも参考にですよ、皆さんは、聞いてる皆さんも参考にです、私の勝手な意見ですのでね、これは。でそこでね、また沖縄の行事ではこういったのがあってこうですよって説明ができたり、また新商品のねちょっと興味があるものをちょっとお試ししたり、でそれで、あ、私には合うなとか合わないなとか、そういったのをね、また皆さんこういったのを試したことありますかということで聞いて、皆さんの意見もまた聞けたらなと思ってますので、また他にね、あの試してほしいものがあったりとかね、そういったのが珍しいのがあったら、またお声をいただけたら私も嬉しいなと思ってますので、ぜひぜひ皆さんもメールやね、ツイキャスで、ぜひコメントしてくださいね。さあ今日はですね、この時期4月、今日1日ですけども、4月3日からは沖縄で、あ、3日から、あ、4日からですね、4月4日からですかね、清明祭シーミーが始まりますね沖縄では。このシーミーというのは何ですかっていうことなんですけどもね、沖縄ではですね、いろんな行事がたくさんある中でも、このね、4月の先祖様をね、祝う清明祭なんですけども、沖縄の方言でシーミーと言います。でこのシーミーはですね、お墓で行う行事なんですね、沖縄の中でも一番大きい行事の一つなんですけども、この梅雨に入る前によく行われるこの行事で、この沖縄のシーミーはですね、お墓に行ってお墓で手を合わせるだけではなくて、そこにご馳走を持って出かけるんですね。でもう家族みんなでお墓の前にブルーシートを敷いて、でお墓もですねだいぶ大きいんですよ。亀甲墓というちょっと特殊なお墓なんですけど、そのお墓の前にブルーシートを敷いたり、また最近ではですねテントを張ったりするところもありますね。もうキャンプかっていうぐらいね、すごくみんなで家族だったり親戚一同が集まって、そこにごちそうを持ち込むんですけども、そこにごちそうを持ってそこの亀甲墓の前でごちそうを広げるんですね。でそこで広げて先祖様にね、いろんなこのごちそうをね、召し上がっていただこうっていうことなんですけども、このシーミーの時にねお供えする料理がいっぱい沖縄にはあるんですけども、今日はですねちょっとシーミーにはまだ早かったので、ちょっとなかなかごちそうが手に入らなかったんですけども、今日は私三栄で買ってきました。沖縄の皆さん愛用の三栄なんですけども、はい、こういう感じでですね、見えますかね、あ、こっちこっちがいいかな、これはあくまでも弁当箱に入れてるんですけども、本当はですねこのぐらいの大きい重箱にごちそうを詰めるんですね。その中には三枚肉ラフテーと言われてる分厚いのではなくて、それをちょっと薄切りにした三枚肉というのが入ってたり、そして昆布が入ってたり、そしてごぼうがあったり、そしてまたねお寿司っていうのかな、ちょっとなんていうのか、お寿司は何寿司っていうんですか、この巻き寿司っていうか太巻きかみたいなのが入ってたりとかするんですけども、その中でもかまぼこが入ってたり、そしていろいろ豆腐をね揚げたものが入ってたりとか、いろいろあるんです。だからここで栄養バランスも結構整われて、海のものだったり山のものだったりっていうのが入ってるんですけども、それをですね お供えするんですけども、でこのお供え物に最近はですね時代が変わりまして、ピザを持って行ったり唐揚げが入ってたりといろんなのがあるんですけど、みんなもシーミー行ったことある？おじいちゃんおばあちゃんのお墓の前に行ったことある？あります、ね、その時に何を持って行った？みんなお餅とかもあったでしょなんて？お母さんが今ケンタッキーって言ってたね、すごいねいろんなねケンタッキー食べた、おじいちゃんおばあちゃんのお墓でお供えしたケンタッキー、それをお供えしたりするんですけども、だからね今日はちょっと変わったものを私入れてみました。私の大好きな三栄で売ってる軟骨の唐揚げすごい美味しいのよ。お酒も飲まないくせにね、私大好きなんですけど、おつまみみたいに。じゃあこれをね今日ちょっと子供たちに食べてもらおうかな。はい、じゃあこれをねお母さんによそってもらって、
三重の商品美味しいから食べてみて何々が美味しいねって。で最近ね、あの子供たち、あのそういったあの沖縄料理の三枚肉だったりごぼうだったり、ね、昆布だったり食べる機会がないのかなと思うんですけども、でもさっき聞くとこちらにいる子供たちは結構食べてるみたいでね、はい、ぜひね、その味を試食してほしいなと思うんですけど、そしてですね、また料理の他にこういったのもあるんですね。沖縄ならではなんですけども、クンペイといってですね、この中にピーナッツとごまを練り込んだのが入ってるんですよ。これは私大好きですね。すごく地味なものなんですけど、すごく大好きで、そしてこっちも美味しいよね。これはさ、美味しいさっていうのなんだけど、これはどっから出てるのかな。お菓子御殿から出てる。そう、これはね、中にどら焼きの中にお餅が入ってて、私は結構好きで、私の好きなものチョイスしたかもな今日は。はい、これお餅が入ってますね。そしてこれをちょっと初めて私見たんですけど、おきこパンから出てるレモンタルトっていうのなんですけど、これもすごく美味しそうだなと思って、はい、買ってみました。そしてね、ちょっと定番のものをちょっとお見せしましょうね。定番のものはですね、これこれこれ、マドレーヌね、これもよくあるね。そしてカルカンね、これは中にあんこが入ってますね。そういったお菓子があったり、そして唯一子供たちに大人気で競争率が激しいレモンケーキね、美味しいでしょう。好きな人、はい、レモンケーキね、これね、あのなんていうのかな、レモン風味のスポンジのケーキの上に、あのなんて言ったらいいんだろうね、これチョコレートみたいな、なんかコーティングされてるんだよね、レモンのね。すごくだからこれはね、子どもたちにも大人気で競争率が激しいんですけども、今日はですね、これもお菓子御殿さんのからピックアップしてみましたね。あ、イミッチャさんからツイキャス来てます。最近近くのお墓の人はホットモットのオードブルやお墓の前でバーベキューをやる人見かけたことがありますよ。生きてる、なんだろうこれは、子孫からしたらバーベキューの方が嬉しいですけど、先祖はびっくりしてるはずねということなんですけど、さあ沖縄はですね、チャンプルー文化といいましてね、いろんなのがねごちゃ混ぜになってるのでね、もう本当に和洋中って感じだよね。本当にオードブルもこんな大きいオードブルがね、あのお墓の前でね、みんな広げて食べてたりとかするんですけど、このお供えしたものをですね、今度はウサンデーと言いまして、お供えしたものをね、あのじゃあ今からあのみんなで分けて食べますねっていうことをね、言って先祖さんに言って、それをねまたこのブルーシートのところでお菓子やそういったごちそうを広げてみんなで召し上がるんですね。はい、どうぞ子どもたち、どうぞ召し上がってみてください。はい、いいよ、みんなで食べてみて。じゃあ小勢はね、何食べてみようかな。このレモンタルトっていうのちょっと今日は食べてみたいなと思ってるんですけどね、どんなかな。すいません、あのラジオ聞いてる人ファラファラしか聞こえないはずだけど、何かなと思ってるはずだけどね。はい、レモンタルトちょっと美味しそうだねこれ。うん、あ、すごくこれね、冷やして、おきこさんから出てるんですけども、冷やして食べても美味しいよって書いてあるんですけど、今ね冷やしてはいないんですけど、冷やしたら美味しいはず。私冷やしたの多分好むと思う。うん、あ、いいね、これちょっと今からみんなに回すからね、食べてみて。あ、イミッチャさん、そのタルト好きって書いてあります。あ、召し上がったことあるんですね、イミッチャさん。あー嬉しいな。あ、他にも食べてる方がいらっしゃったんですね。はい、あ、ラジオネーム金ちゃんさんから来てますね。はい、さあ金ちゃん、やいびん、内地はちょうど桜の季節ですって。春なんだよ、冬眠をなんだろう、あ、ごめんなさい、とにかく眠いっていうことが書いてありますね、ごめんなさい。東京は沖縄イベントとかライブとか目白押しになってます、スケジュール調整が大変ですが楽しんでいきたいと思いますということで、シーミー、沖縄のお墓は大きいですよね。内地だったらあれだけあったら
住めますよねきっとということで、そうですね、あの沖縄の亀甲墓はですね、中を開けると人が立てるぐらいの大きな墓なんですね、お墓なんですよ。だ結構ね先祖さんのあのなんていうのかな、広くとても作られてますから、結構な人数多分入ると思います。本当住めるんじゃないかなと思うぐらい広いですね。さあ子供たち食べてもらってますけどどうですか、何食べた、何食べた、昆布、昆布どうだった、美味しかった、ごぼう、ごぼうも、うん、軟骨、軟骨、唐揚げ、うん、お母さんが作るのとどっちが美味しかった、お母さん、お母さん、愛嬌三重さん負けたねどう、ナナは、うん、何食べた、ごぼうと、うん、ごぼうと軟骨の唐揚げ、軟骨の唐揚げ食べた、どうだった、とっても美味しかった、美味しかった、はい、もうじゃあ次からのお弁当ごぼうと昆布と軟骨の唐揚げ入ってくるはずよシーミー弁当と言います沖縄でははい、はい、モナミちゃん何食べた、何食べた、何が美味しかった、三枚肉食べてる人いないね、三枚肉は美味しいのは最後あーそうなんだ、お肉は後でなんだ、そっか、なんかさ小杖さんさ三枚肉お肉はさもう少し柔らかい方が好きかな、あのちょっと噛み切ってポロってするぐらいが好きかなと思ってるんだけどね、うん、ハーナは何食べた、何食べた、何も食べてない、まだ緊張して喉通らないって感じ、昆布、昆布美味しかった、はい、じゃあみんな好きなお菓子じゃあ一つ選んで、何が好きかな、はい、子供たちの競争率の激しいレモンケーキ今すごいわちゃわちゃしてますけど、スタジオで、はい、モナはこれは紅芋しっとりまんじゅうっていうのですね、はい、うん、いいよ、はい、じゃあ開けて食べててね、後で感想も聞かせてよ小杖ねえねえにね、はい、あのラジオ聞いてる人がこれはどんな味かなって聞いてるはずだから、はい、ケンジさんから来てますね、お墓の前で家族親戚が集まるその習慣は素敵ですね、ピザバーベキューもそれが何より嬉しいですねって、先祖集まってくれることが嬉しいと思いますよって、はい、ありがとうございます。あ、イミッチェさん知らないよ、みんなの春の遠足の弁当お母さんごぼうと昆布入れるはずよって、おやつはレモンケーキとかなるはずよって、どうするもシーミーだね本当にねはい、ではここでですね、ちょっとシーミーにまつわるあのちょっと曲を1曲かけたいなと思ってるんですけど、なぜかと言いますと、この間ねお笑いのライブがありました、知念田新一郎さんのあのワンマンライブを見に行ったんですけど、そしたらさ新一郎さんさ4月3日にシーミーというの語呂合わせで CD 出したんですよ。それがですね、なんてっけ、何タイトル何でしたっけ、ごめんなさい、あ、レッツシーミー祭だったかな、あ、レッツ生命祭かな、シーミー祭かなっていうタイトルなんですけども、これが面白くてね、私たちの子供もずっと口ずさんでるわけ、これはもうこのシーミーの話題にバッチリだなと思って、今日は知念田新一郎さん4月3日 CD 発売を記念して、ちょっと早いんですけども、シーミーの歌聞いてもらいましょうね。
はい、シーミーの歌をお届けいたしましたけども、さあね、イミッチャさん、見慣れたお菓子がみんなが持つと超でかく見える、ジュースが飲みたいから食べんとチーチーカーカーするはずよってよ、もう飲みたいよねお茶ね。はい、ね、お届けしてまいりました、平こずえラジオでサインサモーレ、もうエンディングの時間となりました。皆さんどうでしたか、楽しかったですか。はい、もう食べるのに今一生懸命ですね皆さん、返事ができないぐらいになっております。はい、今日はね、ちょっと新コーナーのね、こずえ試して合点お届けしましたけども、はい、新一郎さんが今喋ってるけどねちょっとびっくりしていきなり声が出てきたから、はい、ではね、これをもちましてエンディングになっからの方になってきましたけども、さあまた来週もね、いろんなゲストさんを呼んで、お届けしたいと思いますので、皆さんお付き合いの方よろしくお願いいたします。さあこの番組はですね、平こずえラジオでさゆさもれ、有限会社モンキースタッフの提供でお送りしました。それでは皆さん、また来週もお待ちしてます。さようなら。